シクシマルは、かつて、大阪商船が所有していた、貨客船。大阪大連専用として建造され、建造途中で、太平洋戦争が開戦したため特設潜水母艦、及び特設運送艦として収益する。戦争終結後は福音輸送艦として運用され、やがて、パキスタン選手に売却されたがその後の状況は、はっきりしない。 1937年に就航した国流岩急下客船に続いて計画され、筑紫丸急下客船の第一船として、川崎重工観戦工場で建造された。大阪商船は、長久三菱長崎造船所に下客船の建造を多く発注していたが、多摩造船所に発注された報告岩急下客船以降は、川崎重工を 三菱神戸造船所などに建造が発注されている。筑紫丸は1940年6月20日に、寄港して1941年9月24日に浸水するが、浸水から3ヶ月足らずで、太平洋戦争回戦を迎える。2番船として建造されていた、何は丸はそれに先立つ昭和16年4月18日に、建造が中止され、解体された。筑紫丸は、 艦船建造優先のスケジュールの合間を縫って、建造が続けられ、1943年3月25日に、竣工するが、同時に日本海軍に徴用され、特設潜水母艦として入籍し、佐世保鎮受付籍となる。なお、畜丸と入れ替わるように特設潜水母艦さんと、スマルが特設運送船に類別変更された。畜丸は五潜水船隊に編入され、 その期間となった。4月1日付で新たに訓練を主体とする第11潜水船体が編成され、5潜水船体の役割を継承した。筑島ルも第11潜水船体に移り、瀬戸内海にて母艦任務に徹する。12月に入り、筑島ルは南方への輸送任務に従事していった。12月21日も自出港の日27船団で南に下り、 1944年1月2日に湘南に到着。3月にはトラック諸島及びサイパン島方面への輸送を行った。その後は再び瀬戸内海での母艦任務に戻り、6月13日に伊予灘で訓練中に沈没した以後第33潜水艦の捜索活動を潜水母艦長芸と共に行った。詳しい時期は定かではないが、 昭和19年末頃には第2甲板の一部を撤去して石炭庫を設置。その後は九州で産出の石炭を阪神地区などへ輸送する任務に徹し、1945年1月20日付で特設運送管に類別変更された。6月4日にはスオーナダ元山沖で植来するが応急処置の結果沈没は免れた。 8月15日の終戦を無事に迎えた、筑紫ルは1946年8月15日付で、除籍され8月20日付で開業となった。戦後の筑紫ルは福音輸送艦となり、昭和21年3月には、日高新六郎中イタリア大使ら、在欧外交官など、一行の引き上げに際し、マニラから裏側まで輸送した。しかし、1947年5月には、 ラングーンからの福音兵を乗せて日本に向かった際、シンガポール付近でエンジン故障を起こして立ち往生し、応急修理を行って日本に帰国する一幕もあった。生まれ故郷の川崎重工で修理されたものの、以降は神戸港や因島で係留され、神戸港外に係留中の1948年5月4日にはエンジンルームを全焼する火災事故が発生した。 戦後の大阪商船は、同じように戦争を生き残った高砂丸と共に、筑紫丸を持て余していたが、1952年1月31日に、パキスタンのパン・イスラミックスチームシップに68万ドルで売却され、船名もサフィナ・イーミラットと改められた。売却後、川崎重工で機関の整備が行われたものの、新たに配属されたパキスタンからの船員は、 複雑な気候を持つタービン機関に慣れておらず、大阪商船から派遣された社員が指導に当たった。整備を終え、8月6日に神戸港を出港する予定だったものの発電機の不調で出港できなくなり、港のジウ馬連中からは、あの船はいつ出港するかとか、無事にカラチにつけるのか、などと冷やかされる始末だった。神戸出港以降の消息はパンイスラミック。 スチームシップの船体の一石として紹介され、ムスリムの巡礼船として使用されたという記録以外は断片的にしかわからず、1955年にロイド船名録の記録から抹消されたとも、1953年3月16日にカラチ港で火災を起こしてスクラップになったとも、あるいは1960年に航海で火災事故により失われたとも言われているが、詳細は、 はっきりしない。1944年8月23日、アメリカの潜水艦タングが、北緯34度37分統計137度50分、北緯34.617度統計137.833度、34.617、十3 7 8 3 3の地点で一石の小船を発見し、魚雷を3本発射して2本を命中させ、目標を撃沈した。 タングのリチャード・オカーン艦長はこの目標について、ブエの、スワイレスマルのようにも見えるが、その船は確か病院船だった。それでも、1万トンから1万5千トンの船だっただろう、という趣旨のことを戦時日誌に記した。真珠湾に帰島後、戦火判定が行われ、タングは8月23日の攻撃で、1万5千トンの海軍を大型輸送船を撃沈したと認定され、 その後の記録の精査で1万5000トンが1万トンに下方修正されたものの海軍大型輸送船撃沈という判定は変わらなかった。やがて戦争が終わり、ジェニックによって日本側記録と付き合わせた再調査が行われ、タングの1944年8月23日の撃沈戦果は、つくし、マルトランスポート8135と認定された。 日本側の記録では、確かにこの日に、つくしまる、が沈没しているが、このつくしまるは、本港における8135トンのつくしまるでは、なく、全身が、北海道炭鉱汽船所有の石炭運搬船である、三井船舶の1857トンの貨物船、つくしまるだった。ジェニックの調査は厳しく、再調査の末に撃沈スコアが大きく削減された、潜水艦もあったが、 タングの撃沈した、シマ丸は、1857トンの貨物船ではなく、戦争に生き残った8135トンの火客船の方で認定されてしまった。ただし、タングを扱ったサイトの中には、1857トンのチクシマ丸に修正してあるものもある。三菱長崎造船所と疎遠になった理由については、大阪商船出身の船舶研究家である、野間久氏は、 永年発注してきた三菱長崎造船所との関係が微妙になりという書き方でしか表現していない。大阪商船は1939年25、銀行所有の川崎造船所株を大量に譲り受けて影響力を強めているが、そのこととの因果関係は不明である。ありがとうございます。